りつつあって、そうじゃなくて現地の人が、他からの投入なしでもね、なんとかやっていけるような形にすると、そっちの方がいいんじゃないかと。っていうようなことにちょっと頭がシフトしてきてるので、これまでのようにそういう開発型の、援助からその実際の現地の人の実情に即して、現地の人が生きて暮らしていけるような形のものを作ると、それを助けると、そういうレベルではパーマカルチャーっていうのはすごい使い勝手がいいということで、オーストラリアからそういう援助機関とかですね、そういうところでどん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 海外へ出ていってる人が多いですね。で、この前あった東南アジアの会議でも、現地の人ですよね、タイだったらタイ人の人に混じって、やっぱり参加者が多かったのはオーストラリア出身の、例えば今中国でこういうプロジェクトに関わってるとか、から台湾でこういうプロジェクトに関わってるとか、そういう人が多かったんですけど、大半はオーストラリア人でしたね。っていうように、パーマカルチャーの受け、まあ一言で言うと、まだそういう壁っていうかね、今既存の社会が、危うい状態にあるけれども、その危うさに気づいていない、組織として気づいていない、それから学問の場でもこれまで通り、もう周りを見ない専門バカみたいなね、こういうのが多いです。でも徐々に変わりつつあると、そういう感じですね。例えば、じゃあ関心を持った人たちがどういうきっかけでスタートアップすればいいか、やっぱり教育からやっぱ入るそうですね、っていうのが必要。パーマカルチャーの場合、一番最初の入り口となるのはパーマカルチャーデザインコース、 PDC って言われますけど、72時間の、そこで大体の原理を学んで、そして実際に、いくつかの、実践的なことをやると。でもそこで全てをもちろん学べるわけではないんで、こういう本を通したりとか、それからまた地域の中でそういうパーマカルチャーのネットワークができて、でパーマカルチャーの一つの組織っていうかね、そこの一番大きな特徴っていうのは、どっかに中心があって、その支部があるっていう形じゃなくて、もう誰でもパーマカルチャーできるんです。で、一番の基本点はさっきも言ったように、自分であり自発であり、自分が何かをすると、でそのための支援のネットワークっていうのができていくっていうことであって、その何かこう中心があって、そこから支部がこうあるっていう形じゃないんで、逆に言うと、じゃあ世界中でそのパーマカルチャーをやってる人は何人いるんだって言われると、そういう統計はないんです。分かんないんです。 もう自発的にポコ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 出てくると。でさっき出たトランジションタウンの動きっていうのも、パーマカルチャーから始まったもので、2005年にアイルランドのキンセールっていう町でパーマカルチャーを教えていた、ロブ・ホプキンスっていう人が、こういうエネルギーのね、減っていく時代にどういうコミュニティを作んなきゃいけないと。で、じゃあコミュニティを作るためにどうしたらいいんだろう。で、そこで考えたのがトランジションタウンということで、彼らがやったことの大きな中身っていうのは、まずその地域社会の中にね、どういう資源があるんだと。で、今どういう状況なの。さっきも言いましたけど、その現状を調べるところから始めると。で、その過程の中で、地域住民に、じゃあ今こういう状態でね、今食べるものの、ね、8割が外から持ち込まれてると。で、これはもう石油に頼ってると。で、これ石油がこれからね、どん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 減っていく時代に、これはちょっと食っていけなくなるよっていうような話を始めたりとか、を通して、その地域の人たちがその自分たちの置かれている状況が分かってくると。で、じゃあ次のプランはどうなるかっていうと、じゃあその街づくりから変えていかなきゃいけないと。で、彼らが具体的にしたことっていうのは、じゃあもっと食べられる木を植えようと。今街路樹がね、都会でも街路樹が植わってると。それがあれが全部リンゴだったらどうなのか、あれが全部同じ品種じゃなくてもいいんですけど、そういうような視点から見ていくと。で、ここに空いてる土地があるでしょ、それをじゃあコミュニティガーデンにしようよと。それからで、それはこういう横のね、広さの地域社会じゃなくてもいいわけで、縦にね、こう集合住宅があって、そこでじゃあ、その屋上にね、サインを作ってもいいわけだし、それから今度じゃあ水をね、
雨水を貯めて、じゃあその集合住宅の中をね、水はじゃあ自給できるようにするとかね、そういうこともあのトランジションタウンと同じような動きなんです。でトランジションタウンというのはそういうふうに、まず自分たちがどういう場所にいて、どういうものを食べていて、でその自分たちの出すゴミですよね、これがどうなっているのか、そこをまず理解して、でこれはもうこのままではやっていけないよ、どうしようか、でそれを人に頼るんじゃなくて、自分たちで地域社会があのそういうものをそのように備えていこうとということなんで、もちろんあの、市町村だとかね、そういうところを巻き込んで、行くわけです。それは市町村レベルにとってはすごい大きな問題で、もう死活問題ですから、例えば、まあ、千葉にしてもね、これだけのものを作っていながら、それがほとんど中央のね、市場に流れていって、でそこからまた戻ってきて買う、なんでこれ直接つながらないのみたいなことも考えられるわけで、でそういうようなね、視点の問題であって、今じゃあこれだけのものを生産してんだけど、みんな東京行っちゃって、で東京の業者にね、あの金を吸われて、地元はもう本当に二束三文しか帰ってこないみたいなね、そういう状況も変えられる。さっきの例で言えば経済の方はどうなってるんだ、だから経済の方の関わり方にしても、その中央を変えろってことじゃなくて、地域社会、自分、地域社会からまず変えていこうと、そうすることによって中央も変わるだろうというね。で、運動っていうか、その社会の変革を考えるときには2つの方向があるってよく言われるんです。で1つは上からトップダウンで変えると、でそれ、まあ、いわゆる環境運動っていうのはそっちに行きがちで、なんか問題があればそこを変えなきゃいけない、そこを変えなきゃいけないっていくわけなんですけど、でもう一つの動きってはグラスルーツからボトムアップで、下の方から変えていくと。でこの下の中心に誰かって言ったら自分なんですよ。で自分なり地域社会っていうのが変わることによって上の方も変わっていくっていうね、こういうイメージなんです。でパーマカルチャーではずっと歴史的にはその下からの改革っていうのを、これを、重視して、自発的に地域社会を変えてっていうね、ボトムアップの変革っていうのを、長い間主張してきたんです。でその反面ね、まあそれはビル・モリソンなんかがよく言っちゃうんですけど、政治なんかに関わるもんじゃない、それは時間の無駄だと。だから政治に関わる人っていうのはほとんど少ないどころか、もう政治に関わること自体が悪いことだって言われた、そういう時もあったんです。で今それちょっとバランス変わってきて、この下からの改革ってのももちろん大事だし、やんなきゃ、そっちが中心なんだけど、こっちもやんなきゃいけないと。でこっちはやんなきゃいけないって気がつき始めた大きな理由っていうのは、一つには温暖化、気候変動の問題であり、それからまあ日本の場合だとね、原発なんていうのはすごいいい例で、もちろん皆さんご存知だと思いますけど、一つね、大きな影響を受けた、福島の飯舘村ってのがありますよね。あそこはやっぱりパーマカルチャーの要素を入れて、すごい生き生きとした村づくりやってきたんです。でもそれがね、ある原発事故で上から放射能降ってきて、もう全部これ、じゃあ下からこれやってきたら何なんだ、だからもうこっちもやんないと、こっちだけではダメだと、そういうことも分かり始めてますね。で、気候変動についても同じで、もちろんこっちが一番大事なんだけど、でもこっちも変えないとダメだねっていう、そういうところがだんだん分かり始めてきて、今ではそのパーマカルチャーやってる人の中でも、やっぱり政治とかね、そういうことに関わる人っていうのも増えてきてます。そういう意味では今後の可能性、まあ、未来っていう意味では、まあ、さっき国連 FAO のね話ちょっとしたのは、まあ、彼らこそ実はその小農家を持続可能性の高い環境保全農業というプログラムを今作って、15年これからかけて、うん、ジャック・リーフっていう、まあ、ディレクターが今いるんですけども、うん、そういういわゆるそのワールドワイドで、うん、当然こう今パーマカルチャーリストもどんどんこう増えていく中で、先進国の人たちの意識の高い人たちがどうしようっていうマインドと、実はその開発国、開発発展途上国の人たちは日々こう食べていかなくちゃいけないし、人口が増えていくっていう、このバランスと、さっき言ったように気候変動だったりエネルギーの問題、こういうこう大きなマターが実はある中で、まあおっしゃるようにそのグラスルーツだけではなかなかこう解決できない領域があると思った時に、今後もしかしたら本当にその FAO みたいなところとパートナーシップを組んで、パーマカルチャーデザインの
プログラムをその世界の、まあ、そのいろんな地域にこう展開していくって可能性が出てくるような感じはするんですけど、うん、まあ、もちろん あると思うし、まあ、それをね個人のレベルでいろいろやってると思いますね。で、まあ、ただね特に国連の機関に対してはね一つ、グリーンレボリューションの時代からねちょっとやっぱり上からのものってのはそのまだちょっと、信用されてない部分とかあったりとかね。ただもちろんグラスルーツのレベルとかそれから個人個人のね関わりで言えば、そういうところに関わってる人って多いですね。で、うん、で逆にそういう、まあ、伝統的な社会アフリカとかアジアのね伝統的な社会からパーマカルチャーやってる連中が学ぶことっていうのも大きいわけで、それがまたフィードバックされてそのいわゆる先進国にいる人たちが一つ一つ考え方を変えていく機会にもなるし、だからやっぱりこういうフィードバック のループ、輪っていうのがあって、ただこっちが行ってこういうふうにやりなさいよって教えるだけじゃなくて、その伝統的な社会の中にあるパーマカルチャー的な要素っていうのをね自分たちも学んで、それからもしくはその現地でこれはそのままでいいんですっていうね、実はあなたたちが周回遅れのトップランナーなんですってね、そういう場面もあるわけで、だからそれをわざわざね今風な、豊かな便利な社会に してからまたこっちへ戻す必要はないわけで、もうそこにいるんですからそのままでいいんです。ただそういうね途上国の関わりの中で難しいのはやっぱり都市化っていうのは進んできて、でその日本でも30年前40年前にあったように、アメリカってすごいな、ああいう風になりたいな、毎日毎日肉を食いたいなとかね、そういうのがやっぱり強いと。でそういう人たちに、いやそうじゃないんです、あっちは終わってるんです、これからあなたたちがね実は先頭ランナーなんです、それがねなかなか伝わりにくいって場面がありますよね。でもまあ問題のねやっぱり理解の仕方でこういうことになっちゃったから今ね地球はこういう非常に難しい状況にあるんだよってことをねやっぱり伝えていかなきゃいけないし、でそれはまあ日本でも同じなわけで、その本当にそういう問題意識がない人にはもう何を言っても分かんない、そのまず問題意識を持ってもらう、で今度問題意識を持った人の、ね、次にどうやって行動に移してもらうかと、自分たちはそこそこの暮らししかしてないのにっていうね、そういう人が多いわけで、でも実はそこそこじゃないんですっていうね、そこを分かってもらわないといけないというように教育、まあそれはいわゆるフォーマルな教育だけじゃなくてね、文化っていう面でね、その消費文化を煽っちゃうやっぱり構造っていうのは変えなきゃいけないと。何でもかんでもね買うもんだっていうね、お金を使わなきゃいけない、だからお金を使わなくても生きていける、そしてお金を使わない方が実はいいんだっていうね、そういうのが逆になってこないとなかなかね社会変わりにくいですよね。一応なんか、いいですかね、うん、何から聞こうか、ちょっと根源的な話なんですけど、やっぱり今こうやって日本人は豊かな暮らしをしてるわけじゃないですか。でやっぱりこういうパーマカルチャーに興味を持っている人はたくさんいます。たくさんというか全体からすればかなり少数ですけど、だんだん増えていってます。ただでもこういうふうに興味を持っている人はやっぱりすごく限られていると思うんですよね。でそれを実践している人はものすさらにもっと限られていると思うんですよね。でなかなか実践できなかったりと、やっぱり今まで持っていた豊かさというのはなかなか手放せないですね。でよく結局やっぱり人間欲望が自分たちの欲望をコントロールできないから今の状況になっていると思うんですよね。でやっぱり人間は 楽な方にやっぱ便利な方に進んでいくのがやっぱり人間と自然ですよね。でそれが変わるにはやっぱり
まあ、僕もいろいろ考えたんですけど、そうもう変わらざるを得ない状況がやってきて、で その時にパーマーカルチャーはすごく有効な手段だと思ってるんですね。だからそこまで来ないと変われないのか、それともまあそうなる前、そこまで行く前に変えていくことができるのかなというか、人間のその欲望とかそういうをコントロールして変えていくことはできるのかなと思って、どういうふうに考えているのかを、他の人のことは分かんないんですけど、僕自身例えば一番最初その酪農パラダイスの書いた時にも、言ったんですけど、そのじゃあこういう社会、そういうエネルギーの面でね、これが必然だとしたら、これはじゃあ10年後20年後にはもういやおうなしに、ね、そういう状況になると。で一つの考え方としては、そこまでね行けるところまで行って、あとはもう崖から飛び降りよう、そういう選択もできるわけです。だけどじゃあ100メートルをねこう降りていくときに、10年間で10メートルずつ降りていった方が実は体が慣れるんですよね、簡単なんです。でそれはどんなね変化、どんなことを自分の生活の中に取り入れるときもそうで、いっぺんにねガツンとやろうとすると、これは反動大きいんです。これはボールを投げたときは下へ落ちると、で高く上がれば高く上がるほど下へ落ちるのも勢いがついてると。でそれはもう少しずつ少しずつやっていった方がいいんです。で10年間で、ね、10メートルずつだったらなんとか崖降りていけるかもしれないけど、100メートル一気にね飛ぼうとするとこれは下手したら死んじゃう。でまあ自分的にはそういう、自分としてはそういう理解があったと。だからさっき言ったように、その1年ごとにね、じゃあある日、ある1週間の食料をね、どんなものを食べたかメモつけてみて、じゃあ前の年と比べてみると、あ今年はこんなに増えてんじゃんみたいなね、そういうこともわかるかもしれない。だからエネルギーをどれだけ使ったか、それから車をどういうふうに使ったかとかね、そういうこともやっぱり時間かけてやらないと、いっぺんによし今日から車なしでやろうって言ったらこれは大変なんですよ。だけどそこまで時間かけて、じゃあ10年でそういうふうにすれば、で今、例えば、まあ、鴨川の山奥にね居候してるんだけど、例えば町へ出るのにも歩いて40分近くのバス停まで歩くのも全然苦にならないし、からそこからバスでね、最寄りの駅まで30分とかね、そういうのもできるんですけどね。だけどその40分のバス停から、今いるところまで歩いてる人ってほとんどいないんです。ほとんどのところ全然いないんです。だからもうそういう慣れの問題で、その40分歩くの大変だと思うか、それともあそれって当たり前じゃないみたいな、ね、そういう心の持ち方の問題で、でもそれはね最初からもう、よし今日からもう全部これなしでこれなしでとかってやるとそれは大変だけど、そのじゃあ10年後にはこういうふうになっている、さっきの例で言えば車をね、じゃあ5年後には使わないで暮らせるようにしよう、でそういうような立場から逆算してみると、徐々に、ね、やっていけばいいわけで、いっぺんにやるとね本当に崖から落ちるように死んじゃうかもしれない。自分の理解としてはそうですね。だからそれが他の人にねどう当てはまるのか、社会がどうなるのかっていうのはね、これはまたちょっと別な問題で、だけど自分がそういうふうなアプローチをする場合は、じゃあ、こういう今状況にいるから、じゃあここを何年の間に何とかしようと、でそのためにはどうしようと、ね、そういうところが成功する秘訣かなっていう、ね、まあ、成功かどうか分かんないですけど、そういう形でいけるんじゃないか。あともう一つはそのパーマカルチャーをどう定義するかっていうのにもよりますけど、例えば日本でね、僕は、これも10年ぐらい前かな、どっかの公園から野宿者がね追い出されるって時にね、僕はみんなそのかわいそうだっていう立場からね、いろんな反対運動があったんですけど、僕は逆にね、あの人たちから学ぶことがたくさんあるのにどうしてそういうのを排除するんだっていうね、環境負荷で言ったら今野宿して暮らしてる人ってすごい少ないわけですよ。あの人たちから学ぶことはすごい大きいんですよ。だけどそういうのを負の価値でしか見ようとしない。あの人たちかわいそうだ、なんとか人並みな暮らしをしてもらおう、してあげようじゃないか、そういう意識を持つ人は多いんですけど、
逆にえあの人たちがどうやってねあれだけのもう本当にほとんど何もなしで暮らしていけるんだろうっていうね、そっちから僕は興味を持ってね、見ちゃうっていうかねだからそういう人たちを排除する社会っておかしいもしね。でそういう例っていうのはいくつもあって、例えばじゃあ古い農村のね、おじいちゃんたちだとかね、そういうのをまあ今はどうか知らないですけど10年とか20年ぐらい前っていうのはああそんな古臭いこと言って同じように排除していたと。ところがまあ今はねそれが少しずつ変わりつつあるんですけど、まあ、それと同じようにそういうふうに知識とかから経験とかっていうのはもう社会にいろいろあるんですよね。だけどそれをどう自分たちが価値を見つけて学ぼうとするか、そうしていくことによってまた自分もね、あそうかこんなふうにして、例えばじゃあ野宿者がね段ボールを何枚も敷いて、寒いのをしのいでると、あ使えるねとかすぐそっち行っちゃうんですけどとか、そういうふうにもうヒントとかね、知識それから経験っていうのはもうそこら中にあるんで、だからもう自分の見方で、でその見方がないとそこにあっても通り過ぎて気にも留めないと。でそういう興味を持ってみると、あそうかこういうふうにやればいいんだなってこれ見えてる、そうすると面白くなる、面白いですよ。はい、パーマカルチャーにしろワールドシフトとかやったりもしろ、うん、マクロミなんかもそうかもしれないですけど新しい価値観を言うときにそれに憧れる人たちも来るんですけれども、うん、それに利用しようとしてるのかどうかわかんないですけど、ホリスティックはまだいいか、うん、怪しげな人たちも集まってくるじゃないですか、スピリチュアル系。怪しいですよ、ここにいますよ、ここに。そうなんですか。いや、怪しくないスピリチュアル系もいらっしゃると思うんですけど、怪しいスピリチュアル系の人たちもたくさん集まってきて、いやそれが怪しいかどうかもわかんないですけどそれが逆にそういう活動を割とマイナーなものにしかねないと思ってるんですが、どうしましょう。それはね、いろんな部分で、まず今の時代っていうのがそういう、混沌の時代っていうかね、ポストモダンなもう何でもありの状況であると、これまでの価値観が崩れつつあって、でこれまでその割と押さえつけられてたものがバーッと出てくると、そういう時代 なのでそれはもう大きな枠組みとしてはもうしょうがないというか当たり前のこと でなおかつもう一つスピリチュアルの部分について言えば、これまでがねその、まあ、マルクスにしてもそうですけど、その物質面に行き過ぎて それまでの宗教を否定するあまりこっちへ行き過ぎちゃったと。でそこからの揺れ戻しというのがあるわけで、で特にそのこれまでの価値観が壊れていく時代には、そういうなんていうのかな、まあ精神的っていうかね、そういうものを求める人も多くなってくると。例えば日本でもその新興宗教がね流行ったりとかね、それはある面で、そういう時代の必然だと思います。でそれが例えばパーマカルチャーにどういう影響を与えているかと。でパーマカルチャーの中では最初は、特にビル・モリソンなんかはそういうスピリチュアル系、スピリチュアルな話っていうのは、パーマカルチャーにそぐわないと、そういう立場でした。でもデイビッドの場合はその、そういうスピリチュアルな部分っていうのも認めて話してます。でそれを積極的に取り入れなくても、そういうところから学ぶ部分はあるなと。それからまあこれもスピリチュアルかどうかわかんないんですけど、バイオダイナミックっていうのは特にそういう傾向が強くて、なんていうのかないわゆる科学的な農業、科学的に農業を考える人から嫌われるんですけど、例えば月の満ち欠けはともかく、バイオダイナミックって聞いたことありますか？シュタイナーが、提唱した農業のやり方で、調合剤っていうかプレパレーション、500から508っていうね、500は何だっけな、牛のクソを、冬の間、なんだっけな、あれどうやって作るんだっけな、500と。とにかくいろんな
とにかく、なんでこんなものを、例えば腸の、じゃあ牛の腸に、あれ、ね、何ですか、ネトリか。その草を詰めて、それを冬の間寝かしておいて、それが調合剤であったりとか、そういうもう本当に、なんでこんなものがっていうね、ものを使うんです。で、バイオダイナミックやってる、僕はバイオダイナミックずっとやってたんですけど、で、そういう、バイオダイナミックやる人の結論っていうのは、だって効くんだもん。そうしかないんです。で、それは科学でね、これ、この科学、この、農薬とこの農薬を混ぜたら、こうなるからっていうのじゃなくて、もう、それはね、北欧の伝統に基づくもんで、で、それをシュタイナーなどが体系化したんですけど、で、それやると効く。だからそれでいいじゃないっていうね、そういう世界なんです。科学的にね、この成分とこの成分が、合ってるからどうのこうのってんじゃなくて、だってこれ経験則でこれ効くんだもん、いいじゃないって。僕はずっとコンポストをね、バイオダイナミック方式で作ったりとか、種をまく時期は月の位置がここにある時だとか、この星座にあれが入ってる時だとか、そういうのを使ったんですけど、実際やっぱりいいですねって。試してみていいものはもう理由はどうであれいいんじゃないかと。で、それをちょっとスピリチュアルじゃないかもしれないけど、そういうエセ科学だっていう人もいますしね。だけど聞くものはいいんじゃないっていうの。そうなのよ。マクロもさ、やったことない人が散々批判するんですけど、1週間とか10日とかやってみてから言えばみたいな、だからそういうねことだと思う。うん、で、あとバイオダイナミックのね、放射能の関連で言うと、バイオダイナミックは効くという意見がいくつかあって、そうですね、うん、で、ヨーロッパではいくつか試されてるみたいですけどね、うん、バイオダイナミックってその有機農業ってのは、この地球の中だけでその有機っていうのを考えるんですね。で、バイオダイナミックってのはこの宇宙の中で考えるっていうね。だから地球の中で川や風や日の光、それがこう植物のね、生育だとかに、もしくは動物のね、発達に影響を与えるように、もっと大きなね、有機農業っていうかね、その宇宙の、例えば一番近いところは月なんですけど、バイオダイナミックの場合は月の満ち欠けじゃないんですよね。月には4つのリズムがあって、その満ち欠けっていうのはそのうちの一つなんですね。で、バイオダイナミックで一番重要なのは月の位置なんですよね。昇る位置と、昇る位置なんです。月は太陽が1年かけてこの東からどんどん南の方へ行くわけですよね。あ、違う、こっちか、こっちへ来て、で、夏の夏至の時には一番東からこの一番高いところを登っていくと。で、月はそれを、ほぼ1ヶ月のうちにやるんです。こう動いてきてこう戻ると。で、こう一番高いところを登ると、ここから14日かかってまた一番低いところがここですよね。これを1ヶ月でやると大体。で、そのリズムが一番バイオダイナミックで重要で、で、ここからこっちへ動いてるとき、どんどん高くなっていくときには、種をまく。で、ここからこっちへ行くときは移植する。というような、大体その月の引力で、地球上の水の動きですよね。これが制御されてるっていう考え方で、さっきも言いましたけど、女性のね、生理なんかもそれにすごい影響されてると。で、潮の満ち引きっていうのもそれに影響されてると。で、おのずからその植物の中の水も同じように影響されてると。で、そういうところから始まって、だからこの期間に種をまいた方が発芽がいい。で、この、移植するときはこっからこっちへ行ってるときだとかね。というのは水がこう下へ落ちるから。というような、ある面科学的なんですけど、そういうリズムですよね。そういう月のリズムに従ってやると。で、あと、この月が通る場所があって、この月が通るときに、火の球、風の球、水の球、地の球、そう通るときに、こういう植物はこの時に撒いた方がいい、こういう時に、そういうもうやっぱりリズムがあって、
でそれに従ってやるとやっぱり発芽も良かったりとか育ちもいいと。さっき言ったようにコンポストを作るときにそういう、500番から508番まで の, その調合剤をね、こういう感じでねこういう感じで巻いてみたいな。そうするとやっぱりコンポストの出来もいいとっていうようなことで、あこれはいいじゃない、理由は分かんないけどいいじゃないみたいな、ね、それも違いが歴然なんですか。歴然です。あ、どんな土でもな、いけますか。だから速攻なんていうの、あの例えばじゃあ今巻いてじゃあすぐに効果が出るっていうもんじゃないですけど、例えば一番よく使えるのは500と501番なんですよね、はい、で500番っていうのはあの牛のクソを、冬の間寝かしておいて、それを今度使う前に30分間こあ30分じゃない1時間だ1時間このかき回すんです、こっちとこっちでこれを1時間やるんですよね。でそれをこうあの巻いていくんですよ、ね、で501番の方はシリカを使ってやるんですけど、やっぱり同じようにあそれは20分ぐらいでいいのかな、こうかき混ぜて、これはスタイナーが言ったんですけどね、あの水にエネルギーを与えると。これやってるとねやっぱり水のね、質が変わってくるんですよね。でそれは自然の中では例えば川の水っていうのは、まあ、日本の川っていうのは結構まっすぐにされちゃってますけど、いろんなところをこうぐる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 回ってでそこで活性化されてくるんですよ。でそれをじゃあ自宅でやるときはこのこっちへこっちへ、こっちへやって渦ができるまでやって、今度またこっちへ渦ができるまでやって、これを1時間やるんです。でそうやって力を得た水をに含まれる、500万をねこうハケ、みたいなのでこう巻いていくと。でまあ効果ありますよ。自分は、5年1年ぐらいやってましたけどね。今実験中なんですよね。あ、本当。やり始めた、まあ、僕がっていうよりはなんかここに、うん、この古民家にバイオダイナミック農業を やろうっていう人たちが集まってきてて、あ、いいじゃないですか。日本の手に入るんですか。日本でっていうの調合剤ですか、うん、自分たちで作ろうとしてます。あ、本当。でこの前あの秋分の日に牛の角にその牛の糞を詰めて、で今土に埋めてあるんですけど、で今度春分の日に取り出して、うん、あのそういうふうに巻くってやろうとしてるんですけど、うん、まだあのみんなあの実際見たことがないので、うん、そのどういう影響があるのかとか、うん、今その春分の日になるまでに、うん、あのスタイナの農業講座っていう分厚い本を読んでるんですけど、はい、全然意味わかんなくて、うん、あのすごい難解すぎて。あ、そうなんだ。日本語で出てんだ。はい。あ、本当。でなんかもう行き詰まってる感じだったんです。あ、本当。行き詰まらないでください。岡山とあと九州か北海道でやってる人ですよ、ね。あ、北海道で、うん、やってるんですね。どうだったかな、新潟だったかな、あのお米のところも、うん、あそこねブログでかなり写真で追いながら、うん、何これ何これ、これとしこさんなんかあのリツイートしたね。何これ見つけたよって。何これ、やめてください。そんなこと言うとこっち入っちゃうからね。ごめんね。本当は喜んでるけどって書いておく。なんでまあそういうあのバイオダイナミックっていうのはさっき言ったようにこの地球の中だけじゃなくて宇宙の中での、うん、ポジションというね、そういうことでその宇宙からも自分たちは影響を受けてると。まあ本当に科学的なことで言えばその月の引力っていうのはね本当にそういうふうな力があるわけで、だからあながちねエセ科学ではないと。で今の科学的な理解から排除されているもの、まあ、そういうものを僕らあのスピリチュアルだとかね、なんかわけがわかんないもの排除しがちなんだけど、だけどそういうものでも本当にあの例えば伝統的な、ね、言い伝えの中にはそういう科学的根拠はわかんないんだけどうまくいってることっていうのもあるわけで、その科学が万能だっていうのをねまず頭捨てないと、その科学で分かんないから科学で割り切れないからそういうものはあるか、いやないかもしれないけどあるかもしれないっていうね。で結局自然界の中で 1+1 は2にならないんですよね。だからその科学自体の根拠っていうのもかなりそのあやふやなもので、
で、もう一つはその人間がその科学を極めたかっていうと極めてるわけじゃない。まだまだできないことはたくさんある。例えば光合成は人間できるのか、できない。このあの生命の基本となることすらできない。その分際でね、偉そうな顔をするな。もっと謙虚にね、いろんなことを学んでもいいんじゃないかと。バイオダイナミックやってください。そうですね、楽しみ半分、不可思議な感じも半分で、はい。バイオダイナミック、もうちょっと背景を言うと、1920年代だっけかな、ドイツ、オーストリア、あの辺でその新しい工業的な農業が始まった時に、その農薬をバンバン使って農業を始めたと。そしたらなんか最初はいいんだけど、ちょっと調子が悪くなっちゃって、どうしたらいいんだろうと。でシュタイナーを呼んできて、2日3日その講演をやったと。それが元になってるんですね。でそのシュタイナー自身がそこで言ったことのいくつかっていうのは、さっきも言ったように北欧のね、伝統的なそういう調合剤作るとかね、そういうのも、シュタイナー自身がなんか考えたわけでもなくて、やっぱりどっかの伝統的社会にあったものをこういうのを使っててここでうまくいったと。でもちろんその後シュタイナー以後も、そのバイオダイナミックの研究者がいて、で例えばそのかき混ぜる、さっきかき混ぜる代わりに今盛んに使われているのはフローフォームっていうんですけど、こういうなんて言ったらいいんだろうな、このくらいのこう坂じゃなくてこう傾斜をつけて、で水を流すねシステムを作って、水がこういうふうに回るようにして、上から落とすとこういうふうに回ってきて流れると。それを30分ぐらいやるとこれと同じ効果があるというようなフローフォームっていうのもできてたりとか、あとマリアタンっていうのが、もう一つそのプレパレーション、調合剤の他に、カウパットピットっつって、牛の糞と、それから卵の殻と、何言うんだっけな、500かな、501かな、どっちだっけ、とにかく調合剤を一つ入れてそれを混ぜ合わせて作るような新しい調合剤も出てきたりとか、まあ、だからそれもまた進化したり、さっき言った星座の中でここへ入った時に種をまいた方がいいってのも、多分マリア・タンが、研究の中から見つけてきて、でそれは自分たちでこの月がこの星座にいる時にまいた方が発芽が良かったっていうね、そういう自分たちの経験の中から割り出してきたもんで、でそれをまあ他の研究者もやってみたら、あ本当だっていうことでそれが定着していくと。自然エネルギーの話も聞きたくない？はい、はい、いいですか。ちょっとパーマカルチャー、バイオダイナミック、農業系のお話でまだ聞いておきたいことがあったら、いいですか。ちょっと話切り替えてもらって。そう、日本の自然エネルギーってどうしていったらいいんですかね。日本の自然エネルギーですか。まずはね、まあ、さっき の個人的なことと同じで、まずエネルギーをどこに何人どれだけ使ってるんだっていうね、これ精査しないと、ただ今これだけ使ってるからこれをね原発は何かに置き換えるって、この発想だと絶対無理です。でじゃあ今これだけ電力を使ってると、例えばこれだけ石油を使ってると、でその中身を見ないと。で電力にしたら個人の家庭と同じように、じゃあこれにもこれにもこれにも使ってると。でその中で例えば本当は電気じゃなくてもいいものってのたくさんあるんです。でそのものも今オール電化っていうのはね、一つの極端な例で、何でも電力でっていうね、そこ行っちゃったわけなんですけど、それと同じ傾向があって、その何でも電力でやって、それをじゃあ電力のもとを原発かそれ以外かっていう議論になっちゃうと、それは自然エネルギーで絶対無理です、絶対無理です。で日本で例えばじゃあ国土を全部ねソーラーパネルで覆えば、全部賄えるかもしれない。でもそれは現実的ではないって当たり前なんです。で自然エネルギーも、まあ、再生可能エネルギーとも言われる、
それにも限度があります。さっきも言ったようにソーラーパネルを使って、プラスになるところもあればマイナスになるところもあると。でソーラーパネルってもともとがマイナスからスタートしてるわけです。あそこのシリコン作ったりとか、そうするためには膨大なエネルギー使われてます。シリコンの材料になる、なんだっけ、ケイ素か、あれは日本にものすごい量あるんです。でも日本国産のものは使われていないんです。なぜですか。それを生成するために電力がすごいかかるからです。だから輸入してるんです。でなんでどっから輸入してるか、電力の安いとこから輸入してる。でじゃあソーラーパネルを作るためにこれだけのエネルギーがかかってると。だからじゃあそれを10年かけて元を取って初めてそこからプラスになる。そのくらいの本当にマイナスからスタートしてるんです。でじゃあ風力はどうなるの。風力も今世界中で使われてる量のだいたい限度が、まあ可能性のある場所っていうのが、11倍とか15倍とか言われてますね。だからどんなに開発しても無尽蔵にあるわけじゃないと。え、どうして。だって風はいつでも吹いてるでしょ。そう考えるんですが、風の強い場所、これ一番この地球上の中で、風力に一番適している場所ってどこだと思います。南極なんです。じゃあ南極にこう風力のね、プロペラをどーっと立てればいいと、そう思うかもしれない。でも今度じゃあそこで作ったものどうやって運んでいくんだ。使うところとそれから作るところ、それが距離が離れれば離れるほどロスが大きいわけなんですよね。でじゃあ海上はどうだ、洋上はどうだ。もうそういうふうにいろんな面で考えていくと、今ある風力発電のだいたい15倍ぐらいが限度じゃないかと。でこれもやっぱりさっきのロケット科学者にね、こういう問題があるからどうしたらいいんだ、そういう連中に言わせると、あ、いいアイデアがある、風はね上に行くほど強いから、じゃあ上にねこの、なんだっけ、風力発電のまあなんていうんだっけ、風船じゃないし、まあそういうのを飛ばしてね、そこで、電力を起こしてそれを引いてこようみたいなね、そういう途方もないアイデアも出てくると。でそれがどれだけ現実的かっていうと、やっぱり LOA っていうさっきも言ったんですけど、エナジーリターンのエナジーインベスティング、それだけのものを作ってそれを維持するために、かかるエネルギー、そして手に入れられるエネルギー、それを考えるとそれやっても無駄だね、こういうことになる。でそういう適地、自然エネルギーの場合も適地があって、でこれもさっきの化石燃料と同じように一番手をつけやすいところからやっぱり手をつけてるわけなんです。だから、まあ、今から風力に関して言えば15倍ぐらいあるって言ったんですけど、一番やりやすいところってもう今手ついちゃってるんです。これからやんなきゃいけないところは、例えば洋上のね、発電洋上で風力やるとか、どん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 難しくなってきます。どん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 条件厳しくなってきます。どん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  LOA が高くなってきます。あ、低くなってきます。だからその再生可能エネルギーっていう名前だけ聞くと、あ、じゃあもうずっと使える、ずっといつでもたくさんあるみたいなねイメージあるんだけど、これも限りがあります。で今風力、それから太陽光話しましたけど、今度じゃあ水力はどうだって。で水力発電でも大型の水力っていうのはほとんど日本の場合はもう作っちゃってます。だからこれ以上もうダムを作る、これはできない、多分無理でしょう。でダムも永遠に持つもんじゃないです。ダムの、そこにどん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 泥が溜まってきて、でそれまあ何年か経つと本当にもう使い物にならなくなるとっていうことなんで、まずその再生可能っていうだけで、永遠にあるもんだっていうねイメージをまず捨てなきゃいけない。で量に関してもその限度があると、それをまず覚えなきゃいけない。でそう言いながらですけど、じゃあ可能性はないのかっていう、いや可能性はあるんです例えば小水力とかね、規模の小さいもの、規模の小さいもの、それはまだまだ余力はあると思います。で小水力だとかその自宅の近くで、の発電っていうのは送電のロスがすごい少ないんですよね。送電のロスがだいたい今だいたい 30% ぐらいって言われてますね。でそれを減らすためにもやっぱりじゃあ自分とこの近くの、例えば田んぼの用水路とかね、そういうのが
それが使えないかとか、そういうのを見直すっていうのは重要だと思います。ただそれで全部を賄おうっていうのは最初からできないって考えた方がいいですけどねそれと同じようにで、今度じゃあ最初の話に戻りますけど、このなんでこれだけの電気いるんだっていうね、そこからスタートしないと、何でもかんでも電気、これ全部電気で賄うために、大きな発電所が必要だ、そっちから始まっちゃうと絶対に解決できません。その前にこのこっち、じゃあなんでこれ電気じゃなきゃいけないの、例えば、この辺だったらね、例えば炭で賄えるものがあるかもしれない、まあちょっとセシウムの問題ありますけどね、まあエネルギー的な話だけすれば、その竹を使ってこれだけね竹が増えちゃったんで、それをまあ害虫、それから、非常に何とかしなきゃいけないもんだってみるか、それともそれを一つの資源と考えて、じゃあ竹炭を作って、で今煮炊きを、電気でやってるとすれば、じゃあ煮炊きを炭でやればいいじゃない。そうするとじゃあ電力の必要性、需要を減らすと、そうすれば、あ、じゃあこれだけはどうしてもね、パソコンを動かすため、それから携帯やるためにこれだけは必要だと、で電気もね、これだけは必要、電灯もこれだけは必要だと、でそういうことになれば、じゃあこれだけを作るためにどうしたらいいんだろうって考えればいいんですよね。最初のその入り口が、今これだけ使ってるからこれをどうしよう、これだともう絶対に解決しないです。この問題で何か質問は、バイオマスの可能性についてはどう思いますか。はい、あ、すごい大きいですよ。さっきも言ったように、パーマカルチャーでもそのいわゆる木ですよね木の重要性というのは大きいと。で僕も自分の家を、そういうエネルギーの再設計するときに、その基本としたのは薪なんですよねで、そのバイオ、まあ、木は、人間が手にする最高 の、 その、ね、ソーラーパネルなわけで、それをなるべく使うようにした方がいいと。ただこれも規模の問題でじゃあ例えば、じゃあここの町では、バイオマスで発電をして、その電力を使ってどうのこうのって話になると、これはまた別な話で、別な次元で、そしたらもう地球上から木が全部なくなります。なんで適正規模、それからそういう大掛かりに何かをやろうとするっていうのは、これはちょっと落とし穴があるなと、どっかおかしいなと。これは70年代に出た本ですけど、スモールイズビューティフルって、シューマッハが書いたんですけど、その何かこういう話が出てきた、メガソーラーでもそうなんです。メガソーラーか、それとも学校の屋根にソーラーパネルを引いてみたいなね、そういうオプションがあったとしたら、もうメガソーラーってメガだけでもう排除しなきゃいけない。でバイオマスの利用にしても、その大掛かりに何かをやろうっていうのは、じゃあその原料どこから来るんだ、それを見ないといけない。で例えばじゃあ今廃材になってるものをとか言うんですけど、じゃあ廃材だけでそこまで回るのかとかね。なんか極端な例で言えば、ゴミの話と同じで、じゃあ今大抵のゴミ、焼却施設ですよね、クリーンセンターとか呼ばれてますけど、そういうところにはその温泉が併設されてたりするんですよね。でそういうのがあたかもエコのように言えるんですけど、じゃあでもそれってゴミがこれだけ出てくるってことを前提にしてるわけで、実はこっちを減らさなきゃいけないのに、それを使ってこうそれで発電したり、温泉やったりとかっていうのはね、実はちょっと本末転倒なんじゃないかと。ゴミが出ることを前提にしてるのね。ただまあつなぎのね、技術としてはもちろん、そのじゃあ今これだけゴミが出ていると、でそれをただ燃やすよりはいいかもしれないけれど、それでそれが究極の解決策ではないし、そのバイオマスにしても地球上の文明史を見てみると分かるんですけど、例えばローマ文明、ローマ帝国だとかギリシャが滅亡したのはなぜか、燃料がなくなったの、木を切り尽くしちゃった、で木のあるところどんどん行ったんですけど続かなかった。じゃあ西洋が15世紀16世紀にいわゆる新大陸に出ていくのはなぜか、燃料がなくなっちゃったから、木がなくなっちゃった。
で、それでまああの時はあの新しい惑星っていうかね、新大陸を発見して、でその後今度石炭が見つかってみたいなのね、繋いできたんですけど、もう新しい惑星ってのはないわけで、その木もやっぱり、育てるには時間かかる。あの一番、まあ、うちで使ってたのは10年ぐらい経つと収穫できるあのユーカリの木を使ってたんですけど、それにしても10年かかると。そうするとじゃあうちに何本あったかっていう、600本あったんですよ。600本あって、で毎日これだけ使っても、これが生えてきてこれが生えてきてっていうことで、だからこれはなんとかなるなっていうね、600本ですよ。600本の木で、それで、1週間にだいたい4本ぐらい使ってましたから、10メートルぐらいのやつをね。というような、そこを計算してあの植えていかないと、そのただじゃあこっちのバイオマスっていうだけではやっぱり解決しない。そういう意味では今回政権が変わって、まあ、旧来のこうエネルギー政策が、まあ、息を吹き返すと、うん、多分そういう今の日本の情勢を見てもう嫌になって戻るのかな。僕はもう日本はあのずっともう30年以上前から嫌になって今回も偶然いただけで、まあね、それで聞きたいことは、まあ、エネルギー、まあ、おっしゃるようにどう使うかっていう、もう一回その知恵を使う部分と、うん、それから減らす努力、うん、省エネであったりとか、そうですよね、ライフスタイル見直しみたいなんだけども、うん、他方今の政権がその経済ということを必ず引き合いに出しながら、うん、まあ、これでも要は延命的に、うん、まあ、は次の世代にこうやっぱりこう負債を、破壊的負債をこう残しつつ、しかもこうでゴールがないままそれをまたやろうとする、こういうまあ状況下において、我々は今も政権に付託できなくて、自然エネルギーっていうことをこう語るようになって、まあ、ここ数年ですよ、まあ、去年は特にその3・11事故ですけれどもね。そういう中でこの思いは どこで報われるべき。難しいよね。さっきも言ったように経済の発展というのはここ150年ね、本当にあの GDP の増加で表されるんですけど、それと石油の消費量というのはもう本当に軌を一にしています。で今じゃあ日本含めて世界がこういう不況だとかね、経済的にちょっとあの上がっていかないと、この原因というのは2005年から始まったそのあの石油の頭打ちというのとね、もう本当に軌を一にしていると。だからそういう状況の中でじゃあ経済を発展させるためにどうしたらいいのかってね、あの大きな歴史の流れで見ればもう経済の発展というのはありえないと。ただそれをね、あの現実に政権にいる人を含めて普通の人間が理解できるかっつったら多分あんまり理解できないと思うんですよね。で、じゃあそのつなぎの策としてどういうことが考えられるかっつったら、なるべくね、あの、まあ、さっきも言ったように崖からね落っこちるんじゃなくて軟着陸できるようにするのがせいぜいかなと。で、その軟着陸の中で、あのさっき言ったようなね、自然エネルギーへの投資っていうのはね、これは重要なことで、それは経済効果も大きいわけで。でなおかつその地域の食を生む形ですよね。大きな、自然エネルギー、メガソーラーじゃなくてその小水力だったりとか、その地域に根ざした、で自然エネルギーのもう一つの特徴っていうのは自然に制約されるということで地域性が強いんですよね。例えばどこでも小水力できるかって言ったらできないと。でもできるところでできると。で今度それを維持する人たちの雇用が生まれると。これまでのようにじゃあ年何パーセントの成長ってのはこれは無理なんですけど、地域の中で本当に価値のある雇用ってのを生むことができると。あとまあソーラーに関して言えばメガソーラーではなくて、これ長野県なんかで始まってるんですけど、あの地域がお金を出し合って学校の屋根にねソーラーパネルをつけるとそういう動きがあるとっていうような形で、その小規模で地域に根ざしたものをやっていけばそれは雇用は生むんです。ただ今のね、あの経済学の主流であるような年何パーセントの成長っていうのはこれはもう、ありえないってとこからすればそれは難しいですよね。本当はね GDP の上昇とその石油の消費量っていうのはもう本当に軌を一にしてる、これは間違いないです。それとあと人口の増加ね、これはもう間違いないです。
だからまあね、こういう話すると絶望的になっちゃう人多いんだけど、逆にねチャンスなんですよ。こういう状況ってのは分かってる人が少ないから、分かればそれを今度じゃあ、次へのね一歩が踏み出せるわけで、分かんない人はそのまま分かんないわけで、だからここでね、なんていうか、そうか、そういう状況なのかっていうのはね、うん、じゃあ何やっても無駄なのかな、じゃなくて分かった時点で次へ進めるというね、分かんないと次へも進めない、暗闇の中でもがいてしまう。ぼちぼち分ですか。はい、じゃあさようなら皆さん。ありがとうございました。さようなら、さようなら。終わりでいいですか、みんなも。